のふるさと納税って聞いたことあります？あの CM とかでもやってると思うんですけど、その まさにこの場合では地方って田舎っていう意味でね、あの田舎の方の県っていうのはやっぱりこう財政難っていうかね、破綻しそうなところもあったりしてね。でもあのみんながこう都会に出てきて働いてると、そちらで税金払わないわけですよね。住民票のあるところで住民税とかね払うわけですから、そうするとなんか田舎の方では税収が少なくて苦しんでるところもあったりとかしてね。ふるさと納税っていうのは、まあ、税ってついてますけど寄付をするっていうことなんですよ。あの私もね買ったことあるんです。いちご、あまおうをね、福岡のあまおうを買って、それで1万円とか払うんですけど、自己負担金っていうのがあって、それが2000円なんですけど、それはまあ自分で払うんですけれども、1万円いちご買って、じゃあ残りの8000円っていうのが全額控除されるんですよね。なのでお得だなっていうことで、これはあの、まあ、要は実質2000円払うっていう感じでいちごが手に入ったっていうことになるわけですね。まあ、あの私福岡に縁もゆかりも何もないんですけど、いちごが食べたくて買っただけなんですけど、でもね、例えばその自分が生まれ育ったところにあの寄付をしたいな、でもあの寄付ってちょっとなんかハードル高いな、そしたらなんかいちごでも買ってね、その寄付をしてやろうっていう、そういう感じですよね。でいろいろ探してたら面白いのあって、なんか100万円でその市の1日市長できるとか、誰がやるんだよそんなもんと思ったんですけど、あのもしかしたらね、なんか YouTuber とかがやるかもしれないですよね。面白がってね、でなんかいろいろあるんですよ、食べ物とかだけじゃなくてね。でまあそれっていうのはそもそもですね、その地方公共団体のいわゆる田舎の方の税収が不足している。あの都会の方はね、東京とか神奈川大阪とかっていうのは地方税 の割合が非常に多くて非常に大きな金額入るんですけど、その地方税の割合がね田舎の方が少ないっていうことになるんですよ。地方の財政収入っていう話でいうと、東京都は、まあ、7兆円超えてるんですけど、鳥取とかね、あっちの方だと3000何百億円ぐらいとかね、そういう感じでもう全然差があってね。で地方税の割合もやっぱりものすごい、あの全然もう開きがあります。でそうするとお金足んないじゃんっていうことになって、どうするのかというとね、国庫支出金、それから地方債、そういったところに依存していくよっていうことになるわけです。自分のところで賄えるお金がすごい少ないよっていうことなんですよ。これはまあ危険な話で、じゃあ地方債とか国債とかね聞いたことあると思う。その債っていうのは要は借金ってことなんで、そうするとね、地方債の発行がその増えすぎたらどうなるかというと、その借金を返すための支出が増えるんで、道路壊れてるか直してくださいとかって言っても、いやーちょっとあの待ってくださいみたいなね、ちゃんと地方の住民にちゃんとこう適切な仕事がこうできなくなっちゃうんですよね。それが大変なことである。東京都とかだとやっぱりね、東京都に本社があるよみたいな会社が多いと、そこからその税金取れるんで、だから地方税がね、あのいっぱいあるんですよ。お金がいっぱい入るんで、国からの補助が少ないっていうのがね、大きな特徴になってまして、地方交付税交付金っていうのは地方の団体 その格差を是正するためで配分されているので、自分とこの自主財源の多いところはそんな割合的にはそんなない、なので田舎の方のですね、田舎の方があのそういうのの割合が多いよっていう風になってます。で本来だったらね、仕事とかその財源っていうのは国に頼るんじゃなくって、地方で自分でやるようにしなきゃね、地方分権って言うんですけど、そういう風にしなきゃねっていう風になってるんですけど、実際のところはやっぱり田舎の方はちょっと難しいところもあるのかなっていう感じがしますね。 Today I wanna be the light to reach where you're gonna be Whatever you say You may feel like being alone But I can be the one you lean on now